こんにちは、トコチャンネルです。今日は、登録者様2000人を超えさせていただきましたので、2000人登録記念感謝プレゼント企画をやっていきたいと思います。ということで、まずは、先に、応募人数います。まあ、2000人ということで、2をね、意識したいんで、まあ、計20名様、当選というか、という形で応募させていただきたいと思います。まあ、過去最多ですね。ちなみに3000人だとき30人ってことはないからね。めっちゃ大変やった。めっちゃチャッチーも作ったけど、チャッチーけど、大変やったね。で、ちなみに、物自体、まあ、今から、これ、さらっと言ってから見せるんですけど、A 賞、B 賞、C 賞と用意してまして、A 賞が1名様、B 賞が2名様、C 賞が、残りのね、20人になる17名様ということで、募集させていただきたいと思います。で、応募、まず条件なんですけど、まあ、日本在住の方でお願いします。まあ、単純にね、普通に郵便でペッて送るんで、日本がいい。まあ、海外の送り方知らないから。で、あとね、一応今回ね、登録者様の、まあ、感謝プレ企画ってことなんで、一応、チャンネル登録されてる方を対象にさせていただきます。ちなみに強制ではないですし、もしね、登録しないけど、ちゃんと申し込んだらええと思っても、いちいちチェックなんかはしてません。ちなみにチェックはできるみたいです。できるんかなって見たら、誰が登録しとるかっていうのを、表示できるみたいで、しようと思えばできるけど、しません、そんなこと。でも一応ね、そういう記念企画なんで、まあ、できればね、してくださってる方に送りたい。ぶっちゃけ。してくれてない人には、送りたくないとは言わんけど、よりは、されてる方に送りたい。が本音。はい。そこを組んでください。なんでね、チャンネル登録したるで申し込んだるわ、みたいなノリじゃなくてもいいです。別に、本当に登録してくださってる方に送りたいんで、登録してくださる方優先にしたいんで、別に登録し、無理にして応募してとは言わないんで。はい。ということで。まあ、状況は2つだけ。で、あと、応募方法は、まあ、毎度ね、応募フォーム、Google フォームから作ってるんで、そちらの応募フォーム。リンク貼っとくんで、そちらからお願いします。で、まあ、毎回、ちゃんと言ってなかったんやけど、個人情報、プレゼント企画では、勝手に、もう当たった人に勝手に送りつけたいので、個人情報を入力してもらう項目があります。絶対漏らしたくないという人は応募できません。入力漏れがある方は、エントリー、ノーエントリーっていう形でさせてもらいますので、申し訳ないんですけど、書いてもいいよっていう方だけお願いします。で、抽選が終わって発送しましたら、そのデータはもう、パイって破棄します。プレ企画に関しては、少ない人数の時は一応こっちで誰に送ったかっていうのは控えてるんですよ。過去にね、お礼ですって送られて、誰って思ったことがあったもんで、誰わからん誰と思って、で、例えば中にね、なんだっけ、コメント欄で、YouTube のコメント欄で使ってるアカウント名とか書いてくれてれば、で、コメントされてれば、ああって思えるんやけど、来るとき、ね、本名と住所で来るとき、誰と思うときがあるもんで、それ防止のために控えてるだけで、別にそれ使って何かしようってことは一切ありません。で、データで取ってるものに関しては破棄します。はい。で、応募期間なんですけど、この動画をアップしてから、予定では4月1日にアップする予定です。で、だから言っとるときでアップされると思うけど、で、アップから4月3日日曜日夜の9時21時まで。とさせていただきます。どしどし応募待ってます。って言いながら今から何を送るかっていうと、本当にごめんなさいね。今回人数多いんで、正直、本当に些細なものです。何もいらんわって言われるかもしれんけど、些細なものですけど送らせてください。まずね、C 賞。こちら。多分ね、結構前。1週間前、そのぐらいに、ハードカバータイプのミニ蛇腹って作ってる動画を上げてるんですけど、これ多分折り紙、種類違うと思うんですけど、それです。
そう、あれね、あの、作るときに、あ、ツイッターで撮っとこうと思って、ツイッターで撮っただけなんです。はい、すいません。そう、プレ企画に作ろうと思って撮っただけなんです。で、そう、言っとったんが、あの、いっぱい入れるとしまらんポケットって言っとったんは、そう、いろんなものをね、細かく入れようって、作る前にまずどうしようと思ったんが、その、送るのに送料がかかると人数は送れやん。ってことはもうちっちゃいもので、軽いもの。これ、どんだけないよね。まあ、定型外で送れるんちゃう。持ったか、あ、50は超えとるかな。どうかな。まあ、後で測っとこう。定型外で50、まあ、料金次第ではクリックポスト使うか、どうするかって考えるんやけど、とりあえず多分普通郵便で送るつもりでいます、今は。で、まあ、何送ろうかなと思った時に、大きくないもので、ミニジャバラが決まって、で、持ってるものって言うと、100均のものでみんな持ってるものしかないなと思って、で、今自分が凝ってるのがコラージュ勉強なんで、コラージュ使えるものっていうことで、あの、シーンって1週間ぐらいで届くんで、まあ多分購入品紹介、まあこれよりも後に上がると思うけど、ウェーって買っとるもんで、多分送られた方は、ああ、あの時紹介しとったんやと思うかな。本当にちょっとずつです。まあ、あの、全部で同じ種類ではないです。あの、同じ、一種類が20個入ってるものはないんで、みんなバラバラ。あの、こういうね、これは多分ファミリー、これはペットタイプのお花のこういうステッカーなんですけど、こういうふうにね。で、お花と、あと、フルーツ系のペットタイプのステッカーを入れてます。あの、種類はバラバラです。で、続きまして、こちらもシールになってるんですけど、まあ、これもね、コラージュに、まあ、このサイズでもこんなになっちゃうんですけど、あの、ピーピュー取る。洗濯終わった。あの、このサイズのシールです、これは。あの、コラージュ素材にしてください。にしてくださいって言い方もないんやけど。使えそうなものを選んでます。で、次は、これもシール系ばっかりね。どっちかっていうと。こう、これもね、コラージュに使えそうな。ちょっと白が多いけど、まあ、カットして使うなり、ね、なんなりしてください。で、これはあの、これだけちょっと寂しいなと思ってね、買ったやつじゃないんですけど、追加で買っとるのもあるんやけど、追加でクマちゃん、みんなクマちゃん好きみたいで。偏見。クマちゃんのちょっと入れときました。数合わせ程度に。まあ、使おうとも多分使えると思います。あの、コラージュとかに。ね。多分。これもね、そういう感じで。フェアリーちゃん系のシールを。これはね、一個だけ丸が入ってる人もいます。丸が少ないんで、20個なかったんで、全員には行き渡らなかったんですけど。で、あと、こういう食べ物系の。これもステッカーです。ちょっと縁がね、まっすぐじゃない、カットされ方してるので。こういうのも使えるかなって。だから、あの、ベースじゃなくて、あの、アクセントに使えそうなものを入れてます。で、次が、これもシールです。これもね、ほんとコラージュのアクセント。白いとこいらんかったらカットして使ってください。ね、こういうの。まあもちろん全部種類いろいろ入ってる、バラバラに入ってます。よし、シリーズみたいな感じで同じ系統が出てきてないよ。ちょっと、よいしょ。同じ系統で入れてます。こちらもね、こうシールなんですけど、こういうフレーム系のと、お花系のと、蝶々。これね、お花と蝶々は一体、これは花が2で蝶々1なんだけど、お花1で蝶々2っていうのもあります。その、数がね、あの、バラバラで入った。バラバラ言うのって。はい。で、次は、これね。これはね、お花の買ったらチューリップシリーズが全部届いたんで、全部チューリップになってしまいました。ごめんなさい。うん、深夜で選べやんでね、ランダム商品やで。まあ、チューリップの4枚入れてます。全部ね、あの、これ用に買いました。そこを強調するなって。よいしょ。で、最後が、よいしょ。こっちが、数字系のシールと、こういうのも、あの、好きに使ってください。あと、お花のシール。これもうちょっと縁が白いの多いんで、チョキチョキするなりね、使ってください。まあ、ミニジャバラはこんな感じで、あの、表、こういう感じ。あ、表はね、うん、ちっちゃい、こんな系統のシールでやってコラージュすると、裏はね、このクマちゃんシリーズがほとんど使ってあるんやけど、ちょっと足りんかったので、人物用のペットテープのも使う、ペットやったかな
載せたかな。まあ、人物も使ってます。こんな感じで。で、あと、チャームも、これもね、急遽、チャームつけようと思って、チャーム売ってるとこ探して、で、お値打ちなとこがあったんで、買って、つけました。つけました。チェーンは100均です。カニ缶は、こう、チャームで売ってるとこで買ったかな。多分ね、通販で買ったって紹介しとると思う。はい。ちゅうことでね。だからあんまし、もらってもね、収納用には使えないかもしれんけど、例えば出かけ先の、スタバとかで手帳書きますみたいな、おるかな。どっちかとパソコンの方が多いかもしれんけど、まあ、万が一手帳書きます。ちょっと手帳のデコレーション用のシールをちょこっと持ち歩きたいですように使えると思う。私はそういう外では何もせんけど。素直に飲み食いするだけやけど。で、これの全部折り紙、外側の折り紙も変えてますし、中の折り紙も変えて、これはね、トランプで、中はね、懐かしいと思うけど、アリスの折り紙、だいぶ懐かしいよね。知っとる？みんな。を使ってます。こんな感じでみんなバラバラに、バラバラ、あ、またどうぞ。バラバラの折り紙で作ってます。はい。で、次、B 賞。B 賞は、よいしょ。はい、これもね、多分、これのアップされる前に作ってコラージュします、みたいな動画上げとると思うんやけど、2種類作ってます。あ、これだ、ミミクよね。こういうのね、こういうのを作ってます。どっちかを作っとると思う。作るの、こっちかこっちかね、うさぎちゃんが違う。あと、ペーパーもちょっと違うんやけどね。あ、裏見せたからね、裏見せると。ちょっとペーパーがね、違うんやけど、こんな感じで作ってます。で、こっちはもうちょっと封しちゃってるんで、下げといて、中身だけ紹介します。今ね、取り出したんですけど、まあ、これもね、ちょっと、でっかいコラージュするときに使えそう。このクマちゃんは多分使いやすいと思う。私は好きっていうなって。あ、で、あとはもうメモですね。で、ただメモちゃんじゃない。メモもクマちゃんとか、あとハミルガールの子かな。あ、ハミルちゃん入れとった入れとるね。もあるんで、それをちょきちょきしてコラージュに使おうと思ったら使えます。はい。で、あと中身はじゃん。もう閉じちゃってるんで、パッと見せるだけなんですけど、コラージュ素材です。これは。で、これはこんなでっかいベースじゃなくて、ちっちゃい、この辺とかのベースに使おうと思えば、まあ、字の色をね、見せたくないとき、何回にこうやってペタペタって貼って使えるものを入れてます。で、これは、みんなが大好き、クマちゃんステッカー。で、これは、これね、アイジュエルさんの、イースターコンプリートセット買ったもんで、それのおすわけです。こっちはもう素直に100均メモです。おまけって、本当におまけ程度。いや、メモ最初これなかったんやけど、こっちにメモあるね。入れてなかったんやけど、いや、メモないと、メモアホホで持っとんですよ。メモないと、ちょっと私じゃないなと思って、ね。メモも入れてみました。まあ、量はね、ほんと少ないんです。すいません。気持ち程度しか、いや、入れれなかったんですけど、一応、使えそうな素材は頑張って選んだつもり。あと、アイジュエルさんのめっちゃ可愛いで、めっちゃ可愛いで入れてみた。で、ね、イースターで年にね、4月30、いつやったさ、後半やね。しかないで、そんなにバンバン使いやんで、まあ、結構ね、いっぱい入ってるんで、そんないっぱい使いやんやろうと思って、今がチャンスと思って、お譲りしようと。もう販売ファイル作るのちょっと疲れたもんで、ちょっと立て続けに頑張って作ったら、ちょっとこう、販売も嫌と思って、嫌って言ったらかね。で、A 賞。おすわけファイルです。これもね、中身は大したもん入ってません。しかも玉紐っていうね、マグネットホックじゃないという、ちょっとずるじゃないけど。で、ちなみにチャームは、これについてるチャームは、うさぎちゃんです。ペーパーがね、イースターなんで、やっぱ、卵とうさぎちゃんってイメージあるやん。うさぎちゃんにしてます。で、ペーパーも、アイジュエルさんの。これもアイジュエルさんのペーパー。使って、まあ、一応ね、絵合わせしてます。私、こういう絵合わせ絶対したい人間なんで、絶対してます。で、その代わり、裏、まるっとこれ、絵合わせするために、ここだけで2枚使ってるんです、すでに。このためだけに。なんで、この子は、どれやった？
で、余ってないよ。余ってない。なんかで余ってる。なんで余ってた？あ、中に貼ってたかな？なんかで余ったやつ。何に余ってたっけ？これで使った？違うな。ちょっと覚えないけど、あ、なんかあったで使った。あったで使ったって。そう。ちょうどいいのがあった。で、中身いきますと。はい。中身はもうシンプル。これね、全部アイジェルさんの折り紙を イースターコンプリートセットについてた折り紙使ってます。で、これも、ほんと少ないんですけど、コラージュに使えそうな。例えばね、さっきの使ってなかったっけ？あ、これやこれこれ。あ、どこ行った？この子は使ってないな。このちっちゃいのにこれ使ってる子もいます。これはね、使ってないけど、全然使ってないけど、これね、シールなんです。だから、ここ、つなげて貼ってもいいけど、切って使った方が数使えるからいいかなと思います。これもね、アクセント系かな。で、一個ね、ちょっと謝りたいのがあるの。ここ、曲がっちゃってます。なぜなら、ここがね、折り目やのね、私、ここに合わせて貼ってしもたん。もう貼ったら剥がせやんかったんよ。ちょっと曲がってるけど、許して。もう先に謝っとく。で、これコラージュ素材に、コラージュ素材用に、トレペ素材のちっちゃいやつ。ちっちゃいのばっかりで申し訳ないけど、ちょっと差し込んでます。で、ここはね、もうなんもじゃないよ。ここはもういきなりね、自分でコラージュしただけの、まあ、ペーパーが可愛いからね、なんかしたくないって思って。で、じゃん。平袋入れてます。ちょっとね、高さがね、高かったもんで、短いと取りにくいかなと思って、高さ出したら中に入れるものが入れにくかったっていう、ちょっと弊害が出たけど、まあこれもね、IGL さんのペーパーをね、ふんだんに使って、これは100均かな、シール。ハートとか、これね。これもね、桜も。これはIGL さんの、下がまで IGL さんのね、メモ。で、中身が、にゃ。さっきとね、平袋じゃない、ロリーズと一緒のような感じで、ん？ちょっと待って。ちょっと待って。あ、いや、ロリーズの時の忘れた名前いいや。いいや。あ、これこっちに入れたんや。ごめん、なんでもない。同じように。素材のペーパーとメモ用紙。で、さっき言うの忘れたけど、これ瓶の、シールなんですよ。で、これ、こっちでね、紹介したお花の一番手前に入ってるシールのこのフルーツのステッカーと一緒に、一緒についてきた、あれ？さっきより数が減っとるぞ。ついてきた、シールで、あ、しょ、これ3つあるよね。出てこい。出てこい。出てきてくれやん。よいしょ。こうやって3つ。で、これ3つ、まあ、ついてるもんで、この瓶の中に入ってます、みたいな貼り方多分するんやと思うと勝手に解釈してもね。せやで、ABC の人は大きいのが入れれるもんで、これにはね、ちょっとちっちゃいでスケリアン買ってんけど、2枚ずつ入れてます。まあ、こんだけ。ファイルはね、平袋とかなんやかんやが入ってるっていうだけだけどね。ちょっとだけ、この辺がちょっと多いかなっていうぐらい。基本はね、そんなにビートは変わってない。ファイルっていうのが違うっていうぐらい。で、ここは、袋に入れずに、アイジュエルさんのメモのお裾分け入れてます。ん？あれ？入れてますって言いながら、本当に入ってる？あ、ブロックメモ系が入ってない。ちょっと後で入れときます。入れておきます。あれ？どこやった私。入れてなかったっけ？まあいいや。待って、びっくりした。めっちゃ入れすぎて、そこが開いてもた。ちょっと待って。ごめんね、今ね、ちょっと、浮いちゃって、開いちゃったわ。びっくりした。なんで下がいとんの？で、次、これは、世界のめぐるのめぐるちゃんさんが、いっぱいポケットができる平袋の作り方っていうのを見て、真似て作りました。で、ここには、
後ろね、一番後ろには、はい、みんな大好き、くまちゃんステッカー、じゃん。このね、これはみんな一緒ないけど、これね、この四角形のはみんな種類が違うのが入ってます。さっき言うの忘れてたけど。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、次が、よいしょ、よいしょ。これね、ダイカットのメモと、くまちゃんメモ、はみるガールメモ。二つ目の、よいしょ、入らない。よいしょ、入れてあって、で、このファイル特権ね、ファイル特権の、さっきのこれもファイル特権だけど、ここもね、あの、ペットテープの人物、かわいい子ちゃん、かわいい子ちゃんを、あの、ほんと雑把にね、多分この絵のくくりだろうってとこで、まっすぐは切り穴で、チョギチョギって、こう、くにゃって切ってるだけです。ご自分でね、こう、細かく、縁ギリギリに切られてもいいし、まあ、ペットやでね、正直ギリギリ切らんでも、ちょっと、縁、雑把に縁切って、全然大丈夫だと思います。私はそうしてます。あの、縁切ろうと思えば切れるんやけど、まあ、かさみ下手ないけどね、時間かかるのは下手だから。だから、この細かい、例えばこの足の間とかくり抜こうかなとか思って、カッターでやってもいいんやけど、もうどうせ透明な絵で透明で透けて見えるんやで、と私は思うんで、このね、ふわふわのところも細かく、髪の毛も細かくて切らんと、もう、周りふやーって、さっさと切ってしまおうっていうタイプね。もう効率の方がいいと。丁寧に、しなくても丁寧にしたのと変わらんクオリティなら効率化を狙おうっていうタイプやね。ちゅうことで。で、ここに2箇所ね、コラージュしてます。あ、この、いや、違うの。この袋全部使うもんな。で、ここは、ダイカットメモ入れてます。あの、このクマちゃんとウサギちゃんね、くり抜いたら、コラージュに使おうとも使えると思うし、これも使えると思います。私も使ったりしてます。ちなみにね。よいしょ。はい。これ、どうしよう。もし届いて浮いとったら、ごめんなさい。今浮いてってびっくりした。と思って。多分ね、下にゴーンって入れたらあかんねえと思うよ。重さで開いてしまう。この辺で止めときゃいいやんな。で、次めくると、これもね、コラージュというかタックスポットにしてます。メッセージカード。ん？これも、3枚、こっちだけ3枚かな。あとは1枚やったかな。入れてるのは、まあ、ファイル特典。あ、ここにあった。あ、よかった。メモがないと思ったらあったわ。ここに入れなくてもよかった。で、これがね、それ先ほどブロックメモがないって言うと、ここに入れとった。自分でボケとった。押すわけです。トレペノと四角いの。これね、反対、こっちじゃないのと思ったけど、字がこっちやで、こういう向きで、上からウサギちゃんが覗いとるんかなっていう感じ。で、ここに、これは L 字に留めてあるんです。こうってさせてもらえればいいです。で、まあ私といえば仕掛け。勝手にそう名乗っとんやけど。大、ずうずうしいにも程がある。なので、また、こういうの、ちょっと作ってみたかったもんでやってみました。で、ここに、ここも、ファイルと、ここに入ってるのはファイル特典かな。このファイルにしか入ってない。A 書用です。一応ね、A 書っていうからにはちょっと余分にと。で、これも、素材。コラージュ素材。ちっちゃいので、やっぱりここも、例えばね、ベースに貼っ、大きいの貼った隙間にちょっとちっちゃいの入れたい時なんか入れてもらうといいんじゃないかと思います。こんな感じで。ちょっとだけ、ちょっとだけずらしてあった。よいしょ。よいしょ。ここにもね、ちょっと貼ってます。で、こっち向けてもらうと、ここにもね、ちょっとずっと貼ってあるんですけど、これはね、クマちゃん、みんな大好きクマちゃんのね、ダイカットのメモです。見えとった？かわいいやろ。私、これまで素直に、クマが好きというよりも、かわいいから好き。何度も言うけど、それに、私、クマフェチじゃなくて、かわいいものが好きね。で、ここね。よいしょ。で、こっちは、一応ね、チケットみたいになっとるメモみたいな、メモみたいな、メモって書いてあったんやけど、別にコラージュに使ってもいいんじゃないかなって私は思って、メモでもコラージュでも好きにどうぞと思って入れてみました。じゃん。よいしょ。これ、曲げやんとに入らんの。で、こう、戻せばね、こうパタパタしますというやつね。ちょっとここの曲がりがね、ここね、ちょっと反省してもね、ここね、つなげて貼ってないけど、この形にして。
ここ、こっちとパーツとこっちのパーツ分けた方がよかった。この紙貼ったせいで、ここがペタって曲がらんくなってしまって、ちょっと反省してます。まあ、そういうね、ちょっと笑えるところ、あと、ここね、そこがさっき抜け取ったで、ごめんなさい。もし抜け取ったら、こうやって貼り付けてください。ちょっと笑える失敗がちょこちょこあったみたいけど、ごめんなさい。ここは、ちなみに、これね、ページ付け、簡単な付け方してます。5ミリずつね、真ん中に向けて貼って、ここにこれと同じペーパーを、この幅ぴったり 1.1 だったかな、測ってシュパって切ってペタッと貼っときました。なんか一瞬ページどこにつけとんのって見えるような感じになってるんやけど、実は普通に5ミリだけピッて曲げて貼り付けてます。そんな感じでございます。であとはね、紐。普通だとね、こっちにみんな回したくなるやろ。蓋がついとるもんで、そう、これね、蓋つけてから玉紐にしようと思ったもんで、ね、蓋なくてもよかったねってちょっと思ったんやけど、まあいいやと思って。最初マグネットと思ってね、やり始めたけど、マグネット大変やなと思って、ね。販売を作りたくないと思っとるもんで、あんまり。ということで、はい。はい。A、B、C。で、ちなみに、これは20個作ってあるんで、A、B の方には、漏れなくちっちゃいのは C 章は全部つきます。なんで、A の人、B の人は、プラス C もあります。で、17人 C。の人は C だけということにさせていただきます。はい、紹介終わったので、どしどしご応募お待ちしております。もしかしてね、作ってあるのでちょっと不手際があったらごめんなさい。ちょっと急遽ね、急いで作ったんで申し訳ないです。はい、以上で終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。